鈴江さんおはよう。2番お呼びます。今日は鈴が2レジのご様子。レックスさんって誰だ？虫の買い取りをされている方のようですわ。へえ、見かけたらお話ししてみようと。おはようおはよう。日課のお便りチェックから、大体からだ。ババ。サイダーちゃんそっと閉じましたね。間違えた、わらわら。時代は株ですね。暗くするといいことあるよ。暗くすると、何をくれたのかな？開けてみるよ。わあ、マーメイドな壁紙だって、何それ。サンダーちゃんのお気に入りの家具のシリーズですわね。そうそう、前にタイタイが島に来てくれた時、壁掛けの時計ももらったんだ。どれどれ、わあ、すごーい。素敵ですわ。暗くするといいの？わあ、すごい。うわあ、めちゃくちゃ綺麗。細かな泡が見えて、とっても幻想的な雰囲気ですわ。すごくおしゃれだねー。壁紙がよく見えるように、壁のアイテムは取っておこうか。その方がスッキリしますわ。いいね。これもう一部屋、マーメイド家具専用の部屋を作りたくなっちゃった。ふ。ありがとう、タイタイ。頑張ってお家を大きくして、おしゃれな部屋を作るねー。それにしてもサンダーちゃん、この太陽の家具は。えへへ。さーてと、今日のやることは。パタヤン、どうしたの？ありがとう、嬉しいよ。いつも笑ってるけど。ああ、大笑いってことね。そっか。やってみるよ。とっても便利なリアクションを教えてもらいましたね。めちゃくちゃ嬉しい。ガッハ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 。上手に笑えてるかな。あ、綺麗なトンボ見つけたー。待てー。糸トンボゲットー。サンダー糸トンボ好きなんだよな。ちっちゃくて見つけられない分、見つけた時の喜びと可愛さがたまらないんだよね。ふ。豆ちゃん、つぶちゃん、こんにちはー。まずは株価をチェックしましょう。あのお部屋をきれいにできるチャンスですわ。そうだね。小野さんの圧がすごい。今日の株価を教えて。78ベルか。これじゃ売れないな。かーん。この占いセットみたいなやつ欲しいかも。いつか魔女の家を作りたいんだ。買っちゃいます。ありがとう。あとこっちの怪しげな鏡も気になるな。トイナミラーって言うんだ。買っちゃう。いいお買い物ができましたね。ほんと。ありがとねー。また来るよ。よし、今日も頑張るぞ。今日やることは何ですの？キャンプサイトを作るよ。すぐアントーに来てくれる人を増やすために、キャンプができるスペースを作るんだ。いい場所を探すのがサンダーのお仕事なんだけど。って誰？もしかしてレックスさんかしら？こんにちは。そう。レックスさん。虫の関節？一番気持ち悪い。サンダーちゃん。ごほん。はじめまして、サンダーだよ。なるほど。あなた虫は、ババ、めちゃくちゃかぶせてきた。サンダー爆笑中、癖あるな。ほう。サンダー今虫持ってるよ。嬉しそう。今まさに捕まえたばっかりの糸トンボだよ。美しいよね、わかる。ゴクリって言った？あなたやっぱ食べるんだね。オッケー、売ります。どういたしまして。ありがとう。またね。レックスさんめちゃくちゃ面白いじゃん。ふ。本当に虫がお好きなのが伝わってきましたわ。虫を捕まえながらキャンプサイトの場所探しをしようか。マップを見ながら大体の位置を考えてみよう。
そうだなぁ。キャンプですので、ある程度近い場所に水辺があると便利そうな気がしますが。確かに、この桟橋のあたりが海も見えるしいいかもしれない。そういえばサンダーちゃん、キムヨさんから何かお願いされているのでは？そうだった。この前お洋服を買いに行ったら、キムヨさんから相談を受けたんだった。よくお洋服を売りに来てくれるんだけど、その評判がとっても良くて、ついにつぶあん島に本格的にお店を構えることにしたんだって。それは素晴らしいですわ。それでお店を建てる場所をサンダーが決めていいんだって。それは大事なお仕事ですわ。ではキャンプサイトとキムヨさんのお店、二つの場所を決めないといけないのですね。そういうこと。キャンプサイトの方は工事キットを作らないといけないんだ。素材を準備しよう。夜な夜な素材を少しずつ貯めてたんだ。サンダーちゃんすごいですわ。オッケー、キャンプサイト工事キットを作ります。できたー。早速場所探しですわね。オッケー。あ、キムヨさんのお店はタヌキチ商店の横に並べて建ててもいいかもしれないね。お店屋さん同士近いと何かと便利そうですわ。うんうん、仕立て屋の工事看板、これだこれだ。仕立て屋さん、どんな感じかな？イメージしてみよう。わー、かわいい。とっても素敵ですわ。仕立て屋さんはここにしよう。決まり決まりー。いい場所見つけた。うふふ。キムヨさんのところのお洋服は人気ですから、お店ができたら島の皆さんも喜びますわ。そうだね。次はキャンプサイトの場所だね。浜辺のキャンプ場、いいと思うんだ。少し向こうの川のあたりも素敵だと思いますわ。いいねいいね、めちゃくちゃ迷うねー。そうだ、金のなる木エリアも作りたいんだよな。なんだかロマンを感じますわ、うふふ。大体オンライン、急にお知らせしてくれたんだが。わらわら、まあそれは一旦置いておいて、うふふ。掘り当てたお金を埋め直して、それでこの苗木をまた掘り起こすと。木を移動できるってことね。この辺り一旦整地しようか。木を抜いたり雑草をむしったり、忙しいぞ。サンダーちゃん頑張って。どうどう？とても綺麗になりましたわ。キャンプサイトってどんな大きさなのかな。一回試しに置いてみようか。意外とコンパクトですわ。そうだね。想像してみると。なるほど。ここだとちょっとグーグーだから、やっぱり向こうの広い方にしよう。決めた、ここにする。橋が近くにあって移動が便利だし、近くには海や池もある。とてもいい場所だと思いますわ。イメージはこんな感じ。ありだね。キャンプサイトはここに決めます。たくさんのお客さんが来てくれるといいですわね。うんうん。そうだ、見てよ、野さん。岩を上手に叩けるようになったんだ。すごいですわ、サンダーちゃん。体勢を崩さないようにできていますわ。いい感じいい感じ。だいぶ無駄なくゲットできるようになった。明日になったらキャンプサイトができてるはずだ。楽しみだなー。次の日、ふわー、よく寝たー。やったねー。これでつぶあん島を訪れる人がもっともっと増えるといいですわね。そうだね。と竹家さんに来てもらうためにも頑張ろう。今回もセレモニーが開催されるそうですわ。一緒に参加しようね、小野さん。はーい、そうしましょう。良い一日を。ポストチェック。おーおーおおお、ガーデンライト邪魔。わらわら、サンダーちゃんが置いたんだと思いますが。うふふ。あ、デニムのショートパンツが届いた。新しく買いましたの？そうそう、サンダーっぽいかなって思って勢いで注文しちゃった。とってもお似合いですわ。でしょでしょ。キャンプサイトを見に行こう。キャンプキャンプ。わあ、すごい可愛いじゃん。せっかくだからもっとド派手に飾り付けしてみるか。とてもいいアイデアだと思いますわ。焚き火とか置いてみたりする？ファイヤー。おーおー、こうなると切り株が欲しくなるな。梨を食べて。うまーい。そこら辺の木を抜く。抜いた木をここに移して、切り倒す。あっという間に切り株が完成。もう一つ。完璧ー。天然の電池の出来上がりですわ。焚き火動かさないと燃えそうだな。やばば、素手で動かせるんだけど。わらわら。良い子は真似してはいけません。あとキャンプっぽいアイテム、いくつか持ってるから家から持ってこよう。このお庭のアイテムは、キャンプでも使えそうなものばかりですわ。みんな持っていっちゃおう。思いっきりおしゃれにするぞ。このワゴンも使えるかも。
橋を渡ってきたところに柵を立てるね。ここが入り口だよってわかりやすくしたいんだ。トン、カーン、トン、カーン、トン、カーン、トン、カーン。この足のターンが可愛らしいですわ。めちゃくちゃ勢いあるんだよね。うふふ。柵の前に低木を植えると可愛いよな。低木持ってたっけな？どこか植えてあるやつを植え替えるか。ああ、絹代さんのお店。こちらはまだ建築中ですね。完成が楽しみだね。すみませんがこの低木お借りします。わらわら。え、すごい、金槌の音みたいなのが聞こえてくる。確かこの低木はハイビスカスでしたわ。そっかそっか、今の時期は咲かないのか。季節によって植木を変えるのもいいかもしれないね。オッケー、ゴミ箱もいるかなと思って持ってきた。大事ですわ。え、これ本当に捨てられるんだ？知らなかった。ゴミ箱が丸見えだと見た目が悪いかな。何か目隠しになるといいのですが。園芸ワゴンがあった。なかなかいい感じじゃない？可愛く隠せましたね。うんうん。キャンプっぽいアイテム置いてみた。切り株のところに携帯ラジオを置いてみるのはどうでしょう？いいねいいね。焚き火を囲みながら音楽を聴いたりしてね。軽快な音楽が鳴ってる。ケケのロケンロール？ご機嫌な曲名だな。あとはお花が咲いてるといいかな。自然を楽しむのもキャンプの醍醐味ですものね。そうそう。このコスモスを植え替えよう。うちの庭から物が消えた。わらわら。そうだ、見てみてこのジョウロ。緑色ですわ。リメイクしてカラーを変えてみたんだ。とっても可愛いよね。リメイクして自分好みのデザインにすると、より愛着が湧きますわね。そうそう、大事に使おうって思う。お水がキラキラして綺麗だな。コッペル見たら美味しいラーメン食べたくなってきた。ジュルリ。お外で食べるラーメン、きっと美味しいですわ。ちょっとずつ配置も調整してみたよ。これでキャンプサイト完成。とっても賑やかになりましたわ。めちゃくちゃいい感じにできたと思う。完成披露のセレモニーを開こう。きっとみんなびっくりするぞ。こんにちは。どうも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 。おじさんとペリーラジのキャンプの完成だからも。でしょでしょ。どこでも自分の色が楽しめるんだ。時間12時間にお子さんも入れるのなんだも。すごお客さんのビールはキャンプ色に色が出るんだ。さらあさんも一緒いいね。オッケー。今日のことはキャンプ色の影響が見られながらと。キャンプ色をキャンプさんに星のビールが見せる座るように。そのデザインだ。ふたしりが早顔が出せるらしいで。次のデザインを変えてるの嬉しいの。わかった、任せて。しっかり綺麗にするね。おじさんセレモニーしよう。お、さらあさん。セレモニー A さんはゴールだも。はい。はい。じゃあ、早速始めるなら、最初にお話します。お願いします。キャンプサイト完成でーす。やったねー。うんうん。どんな人が来るのかな。たくさん交流できるといいな。はい。暑かった夏が終わって本格的な冬が始まる前のこの時期、気温もちょうど過ごしやすくて、外の空気や景色も綺麗な秋に、こんな素敵なキャンプサイトがオープンできることすごく嬉しく思います。やったねー。うふふ、ありがとうございました。どういたしましてだなも。よー。よいしょー。おめでとうおめでとう。とっても素敵なセレモニーでしたわ。ありがとうございました。早くお客さん来ないかなー。新しい出会い、楽しみですわ。今日もめちゃくちゃ楽しかったな。サンダーのキャンプサイト、どうかな？コメントで感想を教えてもらえると嬉しいな。よろしくお願いします。今回の動画が面白いと思ったら、チャンネル登録高評価、ぜひよろしくお願いします。ベルマークもポチッとお願いしますね。一仕事終えたら眠たくなってきちゃった。ポカポカ陽気でお昼寝、気持ちよさそうですわ。小野さんもおいでよ。うふふ。